ようこそいらっしゃいませ。VTuber ニュースのマリアです。アシスタントのブッダだよ。スパモン様やで。2023年10月20日、日産市インドネシア公式ツイッターより、新たに3名のライバーの卒業が発表されました。ID も日産市に統合したのに、相変わらず卒業だけはそのアカウント使うんやな。内容もなるべく画像にして、検索に乗らないようにしたいって、思いが透けて見える気がするよ。卒業されるのは、ミカメラティカさん、ビクサディレンドラさん、シアエカフィラさんの3名、また、10月29日に、ヒョナイラティオラさんの卒業も控えているので、彼ら4名の卒業後は、インドネシア出身者が、11名から7名となります。二次三次インドネシアは19人だったから、残留率 37%、卒業率 63% くらいになるね。ミカは、二次三次インドネシア出身者の中でも一番登録者あったのにな。EN のミスタといいトップ勢もどんどんやめていくな。こういうニュースを聞くとですね、インドネシアでは VTuber 文化が受け入れられなかったのだろうとかいう感想を持つ人もいると思うんですが、二次三次より後からインドネシアに進出したホロライブ ID は登録200万人が1名、100万人が2名とインドネシアでもちゃんと結果を出せていますので、ただ単に二次三次運営の能力がなかっただけなんですね。二次三次運営は中国、インドネシア、韓国、インド、英語圏と5カ国で全部失敗してるからね、仕方ないね。フォロー ID の数字見るに、インドネシアに目をつけたところまでは正しかったわけか。運営能力がなかっただけで。今回、2023年の卒業予定が2名、2024年が1名増えたので、おそらく、2023年のエニーカラー卒業生は25名となるのではないかと思います。見落としがなければですが、 VTA の26人足したら51人か。まあまあやな。ホロライブジャパンとホロライブデバイスの合計の43人よりもエニーカラーを卒業する51人の方が多いから、二次三次の勝ちだね。今後どうなっていってしまうのでしょうかね。さて、動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録や評価ボタンを押していただけると嬉しいです。また、次の動画も見てくださいね。